そういうことならそれでも構いませんが。日本語の付き合うには一緒にどこかへ向かう、あるいは恋人同士になる、二つの意味がありますよね。そうですけど、愛が望むなら私はそのどちらでも構わない。キュ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 にそんなこと言われましても。では試しに付き合ってみますか。確か日本語ではこういう時の言葉があったはず。ものは試しでしたっけ。順序を、こういうことはきちんと順序を守ってですね。ええ、順序は大切です。ですからまずはキスから始めましょうか。